タンクレードのオートビルはオートビル家の子祖。イタリア語名ではタンクレーディダルタビラとなる。タンクレードの生涯についてはほとんど知られていない。コタンタン半島のマチクタンスのノルマン系の一貴族であった彼はおそらくオーラギシャールの村を所有していた。タンクレードは二人の妻によって12人もの息子を残し、その多くが南イタリアにおいて重要な諸侯となった。 1010 10年頃、ミュリエルとの結婚では、以下の子を設けた。1025年に、ミュリエルが死ぬと、タンクレードは、フレデゼンドと二度目の結婚を行い、以下の子を設けた。残る幾人かの女子の名前は知られていない。山部紀子、ノルマン騎士の地中海工房士白水社。1996年、P91JJ のオリッチ、大ビッキング・イム・ミミア、FA ブロックハウス。 1968p312 ありがとうございます。